ちょっと待って。こんにちは。久しぶりの公園前ショールームです。こんにちは。今日はね、メイクが2番目だったんですね。だから2番目やからまあまあ早く終わったんですよ。だからできそうです。うん、髪はこれにハマってますこんにちは。来てくれる方いますかそう、最近ちょっとねできてなかったんですけど、これが食べたかったんですけど、どうやろうまあいけるか、食べましょう。これを食べます。これがずっと食べたくてもう仕方がなかったんですね。じゃじゃじゃん、アンパンマンいただきます。おいしい。じゃんけん勝ったのかなって。そうやで、そうやねん、じゃんけん勝ちました。涙がもうちょっと2リットルのペットボトルに見えて、え、そうですか亜美ちゃんが亜美との二人で雨が降るって言ってた。え、嘘やん。亜美はそんな感じないな。うんうん。俺はピッチ味、見える？ピッチ味ですね。美味しいよ。うん。ちょっと久しぶりの公演ですね。しかもサーニャとサーニャの生誕です。今日は涙あんだ。ヤッホーヤッホー。公演のお見送り会でもしかしたら誰か気づいてくれて、気づきましたよ、ありがとう。どこで売ってるのってこれですか。どこでも売ってると思うけどな。ナミはスーパーで買いました。見て、歯に優しい飴らしい。ガガガガン。劇場前で入場待ちですとは、ありがとう。軸が冷えて、うん、普通の飴です。普通の飴。何紹介してるの、うん、じゃ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 ん。アミチューアミチュー。うん、飴玉、え、アンパンマン、めっちゃ美味しいよこれ。え、初めて見た。歯に優しいんや、うん、かわいい。歯に優しいやつ舐めてんのかわいい。しんど、かわいすぎ。なになに、歯に優しい赤、あのアンパンマンペロ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 赤ちゃんかわいい。なに、マジ赤ちゃん。サンちゃんが来たよ。かわいすぎやろ。歯にいいやつ食べよう。うん、うん、かわいい。コロナ飲んでたらもう一緒やった。プラマイマイナスや。プラマイマイナス。見せちゃったよ。これはチマです。チマ、見た、かわいいこのかわいさ見てよ、このかわいさ。ちょ、映ってちゃんと顔、顔映さなきゃ。いや、舐めてたから飴をチマコ、コヨ、チマコ、コヨタン。AB 型同士ですそう、ペンちゃんとアミとコヨタンだけ9期の AB 型は。そう、3人だけ。3人ってでも
まあまあまあか。ね、十何人もいるのに、うん、3人だけだよ。何型が多い？うん。A 型？A 型が多い。うん。B O O O とか。O か。うん。あ、そう、明後日 B ツ一緒に出るんだよね。うん。だから一緒に練習しようねって。うん。楽しみやね、一緒に出れるの。うん。私は今日自主練ですね。うん。B ツの。うん。キューキーに会えて、なんかもう今日出れそうな感じやもん、メイクもしてるから島子はどういう感じでいつも配信してんの？ん？どういうこと？コメント読んでんの？ちゃんと毎日。え、読んでんだ、読みまくってんで。かわいいんだから。かわいいかわいいかわいい。はい、小顔マッサージしますよ。ピーナッツ振ってきたよ。うん、豆だよ豆。豆、うん、鬼は外。うん、頑張って。うん、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 のみちゃんが教室の音なんてなってないねん。それがちょっとなってない。今の時はママ巻きするなんてするで。ちなみに自分も呼び方で、あ、いいですね。あ、落花生これ。そっか、あ、そう、あ、そう、やっと思い出した。今日の朝な、これが何かわからんくって、なんか結局ピーナッツっていう回答で終わったんだけど、落花生や、それや。皆さん、飴は最後まで舐め切る派ですか？飴はね、途中で噛んじゃうんですよ。噛んでもいいですか？もう。もう無理。あ、みかまんとダメなんですよ。そう、最後まで舐めようと思ってもな、さすがに。硬くて噛まれへん。噛めへんわ。ちょっとだけ噛めました。私も途中で噛む派です。あ、よかったです。時間ない時は噛む。わかる。うん、そういや、みたいに歯は早かったんて。多分、でもな、もう13歳やけど12歳休止かな、なんか肺掛けなんですよ。ずっとずっと止まってんねん、肺掛けで。でも歯並びが悪いとかで、びっくりしたじゃないので、まあ時間を待ちますって感じですね。かっか、うん、親知らずのことで、うん、12歳休止はなんかね、子供の歯から生え変わるときに全部生え変わるんじゃなくて4本、一番奥の歯だけは生えてくるんですよ。抜け変わるんじゃなくて、でプラス親知らずなんですよ。なめ、親知らずはまだ生えてないよ。みんな歯並びめっちゃいいよねって。ありがとう。ええ音してるって。あ、本当ですか。あ、みんなめっちゃ ASMR 好きなんですよね。そう。めっちゃ好きなんですよ。
え、奥歯って新しく入るんやったっけ。そうなんですよ、12歳休止で、親知らずは生えてこない人と生えてくる人がいます。でもその12歳休止は多分全員生えてる。うん、レイニャの真似いつか MC でよ。うん、いつか、うん、私配信できる、する前にショールームしちゃう。うん、ダメ、そうしてる。東さんって西さんです。西さん、親知らず抜いてやって、え、いた。ダメだから、親知らずはな、歯抜きたくないからな。でもあれやんな、親知らずってさ、なんか抜かなくていい人もいるんやろ、並び方が良ければ。痛くなかったら抜かんでいいらしいよ。うん、さっき公園前の腹ごしらえで親子丼食べたって、いいな、親子丼食べたいと思ってたんよ。うん、美味しいですよ。ちょ待って、読むわ。ギフト、みくちゃん、カニさん、ジョエルさん、タガヒデさん、コスモライトさん、ベリマユさん、リサちゃん、マキシマムザユウくん、鉄メガネさん、マットさん、カタヤンさん、カタヤンさん、ジョエルさん、ナチュラルさん、マキシマムザユウくん、ゴリックマさん、テチちゃん、チャンシモさん、リサちゃん、タカヒデさん、リカちゃん、鉄メガネさん、日高浩二さん、キャンちゃん、野原しのすけのすけさん、マキマキちゃん、リサちゃん、マットさん、こんにちは。マットさん、カニさん、野原しのすけのすけさん、ジョエルさん、ベイちゃん、モモリンさん、マキマキちゃん、ギフトありがとう、ありがとう。よし、来たよ、隣に。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。いや、のみたん、劇場近くのご飯屋さん行ったことある、おすすめの味噌教えてほしい。あやみは、わなかです。わなか、ほんま、おいしいで。あとは、スシロー行きました、この前。美味しかった。皆さんも公演前に食べてみてね。わなかの大入り、大入りがめっちゃ美味しいで。あ、ね、あれ美味しいよね。なあ、2つずつ味入ってて、そうそうそう、いいですよ。公演前です。そう、こんにちは。おしのこがいけ、ありがとうございます。わーわー、親知らず抜けないよって。わー、じゃあ生えても、その生え方によっちゃ別に抜かなくてもいいってことや。推しの輝き、ありがとうございます。やっほー、やっほー、こんにちは。今日の声の見どころあるって。うん、こんにちは。推しの輝き、ありがとうございます。もうちょっとかっこいいところをもっと磨けって言われたので、まあ、カモネギとかフモとか、そのかっこいい系の曲も目線を頑張るので見ててください。劇場前、ありがとうございます。劇場前、追い込み残業のおかげで、お、帰りに銭湯で身を清めて今から劇場。素晴らしい。アミコは塩派じゃないのに。アミコも、アミコはありがとうございます。豆まきか、豆まきよね。やっぱりノーマルが美味しいですよ、ソースとマヨネーズ。公演頑張って、ありがとうございます。最近はなんか言ってない、あ、ありがとうございます。お、公演前にとんかつ、いいね。そういうチームされるのに、そうやね。アミは基本可愛い曲の方が、まあ、得意っていうか好きやから、そっちをやりすぎてしまうんですけど、まあ、もっと大きい、うん、大きいじゃん。間違えた、声大きいにつられた。アミも声張ります。そう
それ自体も久しぶりかな。ほんで、なんか学校の後の公園自体久しぶりかな。お、劇場前で待機。じゃあ同じように携帯見てもらって、公園起きて嬉しい。ありがとう。あ、15分だったね。ダメも歯磨きしたりしんといけんので終わります。そろそろうどん食べてきていいな。こんにちは、神。はい、じゃあ壇上、ちょっと壇上読みたいと思います。13位、りかちゃん、ありがとうございます。12位、かたやんさん、ありがとうございます。11位、ちゃんしもさん、ありがとうございます。10位、マットさん、ありがとうございます。9位、てっちゃん、ありがとうございます。8位、まきまきちゃん、ありがとうございます。7位、てつめがねさん、ありがとうございます。6位、ひなかこうじさん、ありがとうございます。5位、べりまゆさん、ありがとうございます。4位、コスモライトさん、ありがとうございます。3位、牧島むざゆうくん、ありがとうございます。2位、野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。1位は、じゃ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 ん。ジョエルさんでした。ありがとうございました。ちょっとスクショするわ。明日の朝の配信でジョエルさんのお絵描きをしたいと思うので、よければ来てください。じゃあ、終わりたいと思います。皆さん、ありがとうございました。じゃあ、せーの、いきます。せーの、ジョエルさん、ありがとうございました。じゃあまた後で公園で会おうね。またねー。また明日ね。バイバイ。あと